消したつもりでも、過去というものは人間の真の平和をがんじがらめにする。信じられん。これだから厄介なのだ。血のつながりというものは、他人ならどうでもいいことも、血縁では抜き差しならないことに陥らせる。だが、それだけなのだ。血のつながりだ。それさえ消せば、俺は人生の絶頂のままでいられる。数日前、ペリーコルがトリッシュを捕獲した後、トリッシュと母親が住んでいたこのアパートを家探しした裏切り者の手どもは誰も気づかなかったが、トリッシュは生まれてからずっとこの家で朝を迎え、そして母親が思い出としてずっと大切に飾っていたこの写真を毎日のように見て育ってきてる。しかしこの日付間違いない。15年前だ。このポートレイト、俺でさえ見逃してしまいそうだった。こんなものが存在していたとは。飛行機は墜落した。だが生きている。感じる。娘のスタンド能力が目覚め、生きてサルディニアへ向かっていることが俺には依然わかる。そして操縦していたのがアバッキオのムーディ・ブルースだとするなら、間違いなく少なくとも奴も生きている。この写真の場所にムーディ・ブルースを行かせてはならない。トリッシュは今は気がついていないかもしれないが、間違いなく思い出す。この写真の存在を。そしてサルディニア行けば悟るだろう。この場所で15年前、この若き日の母親のポートレイトを撮影したのが私であるということを。それをムーディ・ブルースの能力にリプレイさせるわけにはいかない。直接行かねばならない。この私が。こればかりはどんな部下だろうと任せられない。あら、いらしたのですか。ノックしたのですが。あ、お部屋のお掃除です。失礼しました。また後で出直してき。あれ、私何しに来たんだっけ。そうだ、掃除だよ。さ、お仕事お仕事。